松平健二は石川県七尾市出身の卓球選手。松平兄弟の次男。現在は共和発行キリンに所属2018から19シーズンは T リーグの琉球アスティーダの選手としても試合に出場していた。兄に松平俊文2009年の第50回世界卓球選手権個人戦に弟の松平健太と共に出場した。 2006年の全日本卓球選手権ではシングルスでベスト16ダブルスでは3位となった2007年の全日本卓球選手権ではジュニアで準優勝インターハイでは水谷淳とのダブルスで松平健太、上田一しくみを破り優勝を果たした2008年には全日本学生卓球選手権シングルスで優勝12月に 東京都北区のナショナルトレーニングセンターで行われた日本代表選考会で翌年の第50回世界卓球選手権個人戦の代表に選出された。世界選手権直前の4月12日に行われた第18回日本リーグビッグトーナメントでは、紀本慎之助、吉田海唯、藩明、水谷淳を破り優勝した。世界選手権ではシングルス2回戦で、 オー津とムキンから1ゲームを取ったが敗れ、ダブルスは上田ひとしとのペアで、ゴーナオギン、リューショービン組から先に2ゲームを取ったものの、2から4で敗れベスト16で終えた。同年秋からは、卓球ブンデスリーガに参戦することが決定している。2010年1月に行われた、平成21年度全日本卓球選手権では、吉田に準決勝で敗れたが、初のベスト4となった。 2013年にはパリで行われた世界卓球選手権日本代表に弟の健太、妹の松平志保と共に日本で初の3兄弟選出となり話題となった。2017年にビクタスの契約選手となる。2018年に発足した T リーグの琉球アスティーダに入団した。ありがとうございます。